どうも、エルザです。それでは、原神やっていきたいと思います。今回がですね、冒険者ランクがなんだかんだ20突破したので、ここの、探境螺旋に行きたいなと。で、まあ余裕があれば、メインクエストもね、ちょっとやりたいなと。で、メインクエストがね、意外と、勇者たちは冒険者協会かぶりが多くてね歩いてるとそれだけでちょっとメイン関わってしまうんで、ちょっとこの辺りもやっていこうかなと思います。じゃあ早速いきましょう。一応ね、あの黒いのに入るとさっきの場所に行けるらしいんで、ちょっと飛んでいきますか。ほんとワープみたいなもんだよね。さあ、まがまがしいね。一回来たんだけどね、その時は行けなかったんで。さあ解放。すでに消滅した偉大な文明ということで、早いな。神境螺旋かな。じゃあやっていきましょう。戦闘時フィールドの光が出現する、キャラのシールド強度をアップするとか、いろいろあるんだね。で、1、2、3。確かね、3階層まで行かないとダメみたいで、キャラが手に入るんだけどね。行けば行くほどという。第3層の第3だったかな？満月の祝福、紹介があるぐらいで、まあまあ。でもモラが、これ手に入るの、ありがたいね、原石ね。よし、行きますか。多分ロックかかってるからいけないもんね。ほう。キャラねさて、神秘降臨一つ。幸福か。ダッシュした後ね。キャラの切り替えはできないと。雨のような。天気ね、火が欲しいんだけどね。あ、多分物理で叩いてる方がまだ強かったりするから。あと6体。雨のような、影のカラスが優雅を求めている。また出てきた。さて、風と共に去れ。
結構面倒だね。さあ挑戦成功。さあ第2話と、あーこんな感じになるのね。さあやっと第3回、三層の三かの間か、はあ、さあやっと第3層第3の間まで来たね。いやーきつい、レベルがね全然合ってない感じなんで、あえて50とかだもんね。よし、断罪のない。我が命を聞きたまえ。元気出してよ。お嬢様の仰せのままに。まあボス級を倒せってことで、妖魔タッグー、やばい、元気出してよ。ふうふう、風と共に去れ。剣人戦士、断罪の名において準備できたかな。はい、うん、で、よっ、危ない。痛いねそれ。姿を見せ。よし、はあ、第3層の最後が一番楽だったね。いや挑戦はやめよう。さあこれで一応新しいキャラを解放できるようになったんで、てかなったはず。いやー大変だった。レベル格上に勝たないといけないっていうのがかなりきついね。まあそういった意味ではバーバラがめっちゃ優秀だったな。私はリーウェイから来たコックのシャンリー。さあシャンリーがこれで様々な料理を作ることだよ。ゲットができると、あんなにたくさん練習したのにやっぱり。でアンバーもそれなりに強いらしいんだけど、まあ、アンバーよりかは多分こっちの方が使い勝手が良かったんで、使う機会があったからね使ってみたんだけど、やっぱ使い勝手良かったんで、入れ替えかな。食材は全部持ったよ。やっぱ格闘系が一人いると全然違うんでね。さあ40まで上げて、あとは武器だね。レベル1の武器か。
あーそっか、武器もちょっと考えんとな。意外と元素熟知は欲しいところもあるんだけど、とりあえずこんな感じで武器もちょっと次回作ろっかな。そうだね、せっかくなんで、まあね、全部カットしたであろうと、あまりのちょっと長すぎたんでね、メインをちょっとやろうかなと。いや、めちゃくちゃ時間かかったよ。めちゃくちゃかかったんでね。まあ、ワープして飛んで、ちょっと使ってみようかな。武器弱いけど、レベルでどうにかなるだろうっていうレベルなんで。まあでもそうだね、あそこそこまで強いのかって感じだったから、なかなかだったけどね。さて、竜の涙だね。さあ来た。あら、こんな感じだったっけ？なんか少し変わったような気もするけど。だよね、爆発するよね。痛い。やっ、よっしゃ、うん、やっぱ武器がちょっと弱いから手間かかるな。そのままくぐってもらっておいて、よし次。おお、危ない危ない、爆発が。そっか、でも世界レベルが上がってるから、それなりに敵が強くなってるんだね。これではね、当たった。さて、次は。そちらね。上か。風吹いてないのか。みんなを守るからね。あ、そういう仕掛けね。
うーっと嘘でしょ、あんな勢い飛ばされるの。マジか。ん、あ、上に上がって勢いがいいみたいで飛びすぎるね。はい、さあ戻ってきた。で単純に道になっとるなっとるいやー、あの落ちた苦労は何だったんだろうね。さあ沸騰したよ、沸騰。で姿を見せよ、オーズ。で、そう、君が邪魔なんだよね。お、出てきた。お、ボスか。2体だったらね、そんなに難しくはないから。2体とか3体になるときついけどね。お、これで OK？ やっと集まった。大変だったな。油断するな。風魔竜の状況は未だ危険なままだ。それにファデュイの方にも何か動きがあるかもしれない。ディルック、最近ファデュイがあなたのことを好まざる人物と宣言したそうだな。光栄なことだ。そもそも彼らは誰かを好ましい人物だと宣言したことなどない。ファデュイ、あのスネージナヤの使節団とディルックの旦那にはどんな接点があるんだ？ファデュイは騎士団にとって厄介なだけでなく、モンドの脅威でもある。モンドを脅かす全てのものに対してディルックは。いいんだジン、君ら騎士たちは外交役を名乗るクズに対して直接手が下せなくなるほどの制約を受けている。僕は個人的な美学をモットーに彼らの横暴さを嫌っているだけだ。仮に氷のスライムを丸飲みするかファデュインに入るか、どちらか一つを選ばないといけないなら、空から降ってきた隕石が大地を割りその隙間に挟まって死ぬ方がマシだ。ディルックの旦那の想像力ってなんだか変わってるな。はい、ということでクリアだね。まあこれで実は二つ目なんだけど、まああと一つとあるってことだね。さあ無事クリアということで、まあそうだね、シャンディもゲットして次近いな。一個目はねこの辺りだったんだけど、めちゃくちゃ近いね。まあまあまあそんな感じでいい感じに溜まってきてるし、そうだね。まあこの辺りも月間のやつもあるけどね。まあ進んでることは進んでるか。お、あと400でたまるね。またちょっとガチャしたいかな、配信中にでも。ということで、今回ここまでとなります。まあメインしてたらそのうち1回は引けるかなという感じなんでね。お、ランダムクエストも発生したね。はい、ということでここまでご視聴ありがとうございました。よければチャンネル登録高評価よろしくお願いいたします。それではまた次回お会いしましょう。ほんじゃあまたね。